去年都道府県別の早寝早起きランキングが発表東京などの都市部より地方の方が早寝早起きの傾向が見られました早起きは3問の徳ということわざもありますがなぜ早起きは良いものとされ褒められたり自慢したりするのでしょうか今日はそんな早起きについて考えます そうこれはなんかアプリの開発ベンチャーの会社が行ったんですけれども睡眠記録アプリってよくあるじゃないですか、うん、最近、はい、そのデータからの都道府県別の早寝早寝起きランキンキグなんですよ、うん、だからもちろんその日本中の皆さんの寝てる時間と起きる時間が分かったわけではないんですけれども、まあ、そんな中早寝ランキング東京は40位、うん、低いんだ。 だったってことですね。遅く寝てるってことです、ね。でもなんかこれ見てさ、はい、あのパッと思ったことを言うとさ、トップの長野県が十零時十分だろ。はい。就寝時,就寝時間。はい、京都府のが四そのからさあの四十一分後の零時五十一分再開ね。はい。四十七ね。そうそう一番遅寝の都道府県、はい、京都が入ってるけどさ、四十分しか変わんないんあと早寝で零時十分長野県もちょっと 早くないですあじゃ遅くないですかってる声別にそんな言うほど早くないでしょこ多分ねもっと早く寝てる方多いと思うもしかしたらアプリ使ってる方だから年齢層のあし替えみたいなそういうのもあるかもしれないでいだいたいだいたい早く寝てしまう時なんて寝ちゃうあるからね石戸さんは島時代と何 小学生の時でしょ小学生の時は俺9時までに寝ろって言われてたんだやっぱり9時には寝なさいって言われてて奄美大島時代あんまり寝るの早かったですいやいや同じ時代小学校だって小学校3年生までと3年から6年まで小学校とか中学校の時は9時には寝ろみたいな感じだっよでまれにんかドラマとか見たいみたいなのが出てくるとじゃあ10時までみたいな今日は特別ねみたいな十時でもそんな家だったからはい。 あんまり夜更かしだから深夜番組の話とかについていけなかった。ああ。夜九時以降にやってる番組は俺分かんなかった。じゃあロンバケとか見てなかったんですか。ロンバケとかはうん見てなかった。リアタイでは見てないと思うけどな。ええ。まさかあれも石野さんじゃ自己責任だから。そロンバケ見れないのも自己責任あのビデオに撮ってみるみたいな感じで。やっぱ自分でねちゃんと行動させないと。長井さんはどうでした。もともと早起きの家。いや。 うんいやそんなことなんかね寝ないといけだからあの途中までは石戸さんと全く一緒自己責任以外一緒っていうか、はい、その9時までに絶対寝てたしうん、うん、寝ちゃうんですよね私今でも徹夜したことないぐらい寝ちゃうから <laughs> か体力的な問題だと思うそうそう虚弱だからね。<laughs> でまあそれで勝手に早く起きるって感じですよ。あ早く寝ちゃうから体もか早く起きる。だって確かに9時に寝てさ朝4時起きだったらさ7時間睡眠してるからね。で不健康とは言えないよな。私夜9時に寝ても4時に起きられる自信ないです。まあないですね。ええ起きれない。時に寝たら何時起きてるの？でも7時とかに起きてた覚えですがありますけど。10時間。10時間結構かっつり。 時間睡眠 <laughs> ただあの、まあね、早起きは三問の得。 まよく聞きますけれども、まあ早、は朝早く起きると、少しではあるけれども、何かしらの利益があるっていう意味の言葉で。これ三問はね、今の価格で五十円から百円程度なんですって。で、あの、ここでね、使われている徳は、その、あの、徳光さんの徳の方ですけれども。<laughs> <せ>徳光和夫さんのね、はい、徳があるの徳。えっと、<あ>人徳の徳。徳<川>そうですね。徳川家康でいいような気持ち。の,のなんですけれども、<laughs> <laughs> 精神的、身体的な利益の意味。なんですよ。ああ なので小銭を拾えるっていう意味ではないんですよね。<laughs> お得ではない、ねうん。はい。そう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 。<laughs> 得を積むの方ですよね。ね。んだからまあ気持ちがいいってことだよね。早起きは気持ちがいいみたいな、うん、そんなことでしょう。よぐらいの感じだと思うんですよ。うん、ただ早寝早起きやまいしらずっていう言葉とか、うん、まあ寝る子は育つとか、うん、朝寝坊の酔いまどいっていう言葉とか、なんかいろいろその早 ね、早起きの方がいいみたいな言葉がいっぱいあるそうですう遅寝遅起きは得みたいな言葉はあんまりなかったそうですまあそりゃそうだろう夜だって寝るようにできてるからななんてですかっていうことじゃないのだって今んじゃはちゃんと人間昼行動するでしょみたいなさははははいはいはい、はいなってくるとそりゃ昼行動するようにできてんだからあんまり日中の行動時間をさ早遅起きで潰す必要はないんじゃないかとそういう感じのじゃないですか その昼動く生き物だから24時間型の社会になっても体のリズムはそう簡単には変わらないと,だろうと朝の光をキャッチして体内時計が正しくリセットされて、ね、一日を気持ちよく過ごすことができるこれよく言われてますよ。とねキャッチしろとかさはははいはい、はい んかそういう科学的基礎づけって多分最近ですよねセロトニンがどうのとか,かホルモンバランスみたいなのはあやっぱり早,寝早起きって良かったんだっていうのが後付けだけども当時なんでこんなに早起き早起起ききって言ってて言のかは結構謎ですよね、うん、それはやっぱり石戸さんのおっしゃったような年寄りが早起きだだったからだろう<そう> <laughs> 年寄りが早起きで若者が寝てんなみたいなふざけんなみたいなさおて働けそんなに苦だと多分恐らく。<laughs> いやなんかみんなで年よりも働いてるのに <laughs>、はい、なんでこいつはぐうたら寝てるんだというので、うん、あのこう叩き起こしてたっていうよくご高齢の方加齢 <laughs> とともにあのなな眠りが浅くなるとかうん、うん、早起きになるって言うじゃないですか、うん、なんかこうだんだん睡眠の中で深い睡眠が減ってっちゃうんですって年齢とともに<ー>だからちょっとした刺激とか、ね、物音とか寒さとか尿意とかで目が覚めるようになっちゃうので。 あの年齢を重ねていくと睡眠が少なくなる早起きになるそうです。だからあとやっぱり眠るのにも体力使うって言いますよねそれよく言いますけど、うん、使ってませんけどね。 いや使うんだって使う,だ使うんだって <laughs> だ意外と水か,水かけろみたいなそれは使う使うやってるの, <laughs> の <laughs> みんな使ってるのだからある程度の早起きは正常なカレ変化と言えるそうなんですけども、うん、その今ね石おさんのおっしゃってたなんて言うんですか早くから働けっていうその嫉妬と <laughs>、うん、あともう一つ私教育もあるんじゃないかなと思っていて<お>例えばその早く寝ないと何かが来るよとか うん、よく聞く聞じゃないですか、はい、例えば「一つ目小僧」がやってくるから早く寝ろとか、うん。まあ来来来ないだろるる,来るなを多分寝かしつけるのってすごく大変だと思うんですけどいくつになっても。でいろいろものが分かってきた時にその子供に言い聞かせるための理由付けで、うん、そういうものが広まって。 だんだんこう早く寝て早く起きましょうっていうすり込みが増えてきたのかなっていうことも考えられますよね。あまああとほっとくとさあのほっとくと確かにね起きられるる世の中ではあるよやっぱりそんなさ昔みたいにさ伝統もないし、はい、伝統がなけりゃさそれは暗くなるじゃん。暗くなりゃ眠くなるでしょ。 だって夜中に特に何かやることもないしさ今はだってテレビをつけりゃ一応つけっぱなしでもできるしさマスチそのスマホを広げる24時間関係なく何かしら見,る見ようと思えば見れるじゃん、はい、そうするとそれは過去にかつてに比べればすごい起きやすくはなってるってことなんだろうねああ<ー>90年代とかでもそうでしょ寝な,いいん寝なくてもいいっていうか、ね、寝なくても夜暇じゃないみたいなそうか昔は暇だったから寝てたんですかねねえそれだって暗かったらさ眠くなるじゃん なんか海外旅行とかじゃ、なんか何でもいいけど、キャンプ場とかさ。行くと結構眠くなるんですか。だってあ、行かないか。<laughs> キャンプ場とか行かねえか。<え>なんか、あ<え>、え、暗くなると眠くなる。なるよ。結構、<laughs> 結構安易じゃないか。いや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 、いそんなもんだよ。<laughs> 人間はそんなもんだよ。<laughs> え、その西川説に戻ると、はい、その教育のためというか子供を寝かせたいがためにこう早く寝ないとバケが来るぞって言ってる説あるじゃないですか。はい、で、それってすごく寝させようとしてるっていうこと。 があると同時に早起きさせるっていう文化、まあ今回テーマ早起きだから、はい、そこ考えると寝させたいのか起こしたいのかどっちなんてならないですか？寝かせて起こしたいんだよ。寝かせて起こしたいのか。まあ確かにそうでしょうね。だって大体大体さ小学校の時とか思い返してください。小学校の時登校八時とかだったでしょ。はいはい。これ普通に考えたらさ六六時半とかに起きないと間に合わないもん。うん。 で早すぎるんだ小学校が、そもそも。うんうん、ああ。え、なんで小学校は八時で、会社は九時十時なんですかね。えこ、子供行か、子供小学校に送ってから、行ってたから。だろあ、あそういうことか。あ<ー>まあ、あとはそう、通勤、えー、まあ、簡単にあと単純に考えたら、通勤時間がかかるでしょ<ー>出社時間とか、なんとかさ、でも、大学一限九時もだもんね。そうですね。<ん>大学から遅くなるんだ。そうですね。なんかその寝かして起こしたい。 っていうことを考えると、なんか活動させたいみたいな。なんか明るいうちはとにかく活動させて、うん、ある種こう生産させるっていうか、うん、生産的な動きをさせて、で、夜は生産することができないから、早く寝かせたいみたいな。すごい、なんていうんでしょう、人間中心的でありながら、うん、めちゃくちゃ労働基準の、うん、<laughs> 考え方というふうにも思えてきちゃうんですよね。で、うん、またそれを基準に、その今、伊勢さんと喋ったようなことが、どん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 。 芋づる式に出来上がっていくうん、うん、そうですね、うん、私なんか寝てるってだらしないみたいななんか印象もあるじゃないですか、うんはい、いつまでもいつまでも寝てるやつはダメだみたいな、うん、で結構なんか落語とか見てみるとなんかあいつは寝てばっかりでダメなやつみたいなフレーズが出てきたりとか何か私何があったかなと思ったらなんか「小別れ」とか「なんか再婚した女房が寝てばっかで全然ダメだ」みたいな話とかが出てきたりとかしてなんか早起きってやっぱりそこから翻るとがえると なななななんんかか偉いいいみたいになりがちなんですかねんだらしなくないみたいなまああとやっぱりみんな働かなきゃいけなかったってことでしょうん逆に言うだからその,言うあの全然あれだけどその子供とかがさこんだけ大切にされるようになってきたのもさ本当にここ近代以降というかここい本当ましてもっと言うとここ最近だよ、ね、だからその自分たちの例えばさ子供の昔のなんか記録とか読んでると本当にその。 親両親は当然共働きだからさその落語とかが形成されてくるような江戸時代の後期から明治の前半ぐらいだって、うんてみんな2人働いてるからみんな働いてで子供がはどうするかってほっぽろかしてるかつないでるかあの近所の人が見てるかある近所のばあさんとか見,見に来てるとかそんなのとか。 になってる話が多いじゃないでだからやっぱりその働くっていうこと自体がみんなが働くもんだってみんなが労働力だからっていうになると寝てばっかりってやっぱりダメなんだよね。うじゃあみんな一線お前労働しろよみたいな。 今はでこそ例えば夜働いてらっしゃる方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ深夜勤務みたいなね言葉も一般的になって職業の幅も増えたと思うんですけれども、やっぱり当時からのみんな夜は寝て昼は働こう労働っていうのの名残で私たちは早起き偉いってなっちゃってたってことなんですかね。そうですよね。なんかなんかそこはちゃんとクリエイティブすると、うん、なんか早起き偉いのはまあ確かに偉いなと思ういはするけど、なんか遅起きはダメみたいな価値観はちょっとクリエイティブしたいっていうか、うん、そうそうでもなく。 ないみたいななんか活動ベースで考えすぎじゃないみたいなのは言えるかもしれないですよね、うん、何も予定がなかったらいいんですけどねうん別にね早起きだけが偉いわけじゃなくないっていう風にもならないですかだからあの1個やっぱり遅刻はいがダメだっていうのがあると思うんですよ、はい、まあでもほら最近はさその睡眠っていうのもさ結構人によって多様なものだっ実は結構案外多様なものだったっていう まあ全体に多くの傾向としてあるけどただ、やっぱりその睡眠起きられないっていうのもさ、一つなんかこう、まあ、病気とまだ言わないが障害の一つというふうに考えられるというかね、が出ますよねあるよねっていうような話になってくると、意外とその睡眠っていうのも結構多様だねっていうような話になってるから、うんうん、このあたりはもうちょっと変わっていくんじゃないかねと、ねううん、そうですね、そのなんか寝坊の概念が変わるかもしれないですね、徐々にね。うん 捉え方というかねそ,うそ,うでそれに対して遅刻っていうのはペナルティーとして与えるのがいいのかどうかっていうのはさ当然今は全く議論だもんね確かにその先ほどの学生生活の話を思ってみても、うん、遅刻はすごい悪質な対応をされるのに、はい、悪いこととみなされるのに相対は心配される。そうなんだよね相対、うん、は心配されるしあと何な,なら別に遅刻よりも休んだ方がいいんじゃないかみたいな。<laughs> 休んだ方が心配されるもんねん中途半端に遅刻するよりは確かにか遅刻とか寝坊とかを悪く見すぎてたかもしれないですねまあ遅刻はうらやましいってのあるよね嫉妬論あいつやりやがったなみたいなのが出やすくないですかでも。なんか私の師匠がなんか遅刻してくる人の身体というのは非常にその 美しくないと。すみません、すみませんって、こうへこへこして入ってくる姿は美しくないので、はい、遅刻するぐらいなら休めっていう指導でした。え, <laughs> え、じゃ、だったら、逆。逆じゃない。ち、堂々と遅刻すればいいわけでしょう。ああ<ー>。それは別にじゃないの、所作として美しくし。確かに。美しく所作として遅刻するの。け、けな。何にも、何にも私は気にしていませんが、みたいな感じの。 堂々と入って堂々と座って <laughs> あの堂々と準備してドンみたいな感じのでそういうところからちょっとこのクリエイティブが始まるかもしれないんで <laughs> 始まるのかな早起き早起きですからね今日のテーマね引き続きメッセージをお寄せくださいメールアドレスおいでよアットマーク JOQR.net です